もしもし、お伺いしたいんですけども、今日、2人で行きたいんですけど、同時に受けられる時間帯ってありますかね？こんにちは、ゆいです。今日は8月9日の水曜日、もんちゃん夏休み5日目ということで、今日はマッサージに行きたいと思います。マッサージって言ってもね、骨盤矯正なんだけども、いつも2人でマッサージ行きたいねって話してるんだけど、2人同時にやっていただこうと思うと、大体土日って予約取れないのよ。だからこのマッサージもこの夏休み中にやりたいねって言ってた候補の一つだったんだけど、なんせ昨日ね、ディズニーランドで2万7000歩歩きまして、2人とももうすごく疲れてて、本当だったら山梨も行きたい、読売ランドプールも行きたい、ちょっと今日天気悪いんだけど、いろいろ行きたいとこはあるんだけど、もうさすがにね、体がついていかないということで それに加えて、やっぱし私のね、この右股関節に問題を抱えてますから、ただいま。で、やっぱ骨盤矯正がね、股関節にいいっていう噂を聞きましたので、それをちょっと相談してね、やっていただこうと思っておりますので、今から川崎駅の方へ向かいたいと思います。早っ、閉まるの。ここ新しくできたね。これめちゃくちゃいい匂いなんだけど、フランステンもいいね。あったあった、サラダファクトリー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう気持ちいいの一言で、すごかった。全員に言ってるとは思うんだけど、やっぱ歪みが強いと、私も言われた。もんちゃんは首の歪みが強いって言われてたね。そうだね。私はやっぱし骨盤、でやっぱ右の股関節に影響が出るぐらい左に偏っちゃって、右足が短かった。で、まっすぐ座ってみてくださいって言われて、ベッドの上でね、はい、まっすぐですって言ったら、こうなってますよって言われて本当のまっすぐはこうですって、こうやってやられるんだけど、自分からしたらもうこんな感じだったの。それもね、営業の文句かもしれないけど、でもね、私も顔の向きが左向いてるって言われてたね。あと反り腰がね、自分でも言ったんだけど。そう、私も反り腰って言われた、ね、それは自分でもね、全然自覚がなくて、どっちかっていうと私は猫背だと思ってたの、自分のことを。でもすごく反っちゃってて、で、なんか腹筋運動を最近ジムでこういう風にやったり、腹筋ローラーやってるんだけど、もう上体起こしっていうのが一番反り腰に効くんだってって言われてなかったね。言ってないね。腹筋と背筋のバランスとかで反り腰になるから、上体起こしをしてくださいって、トレーニングが好きならって言われて、その施術だけじゃなくて、私生活のアドバイスもいただけたのはすごく良かったね。マッサージっていいね。なんか大人のなんか趣味を見つけたっていうかさ、やっぱ値段もするけど、それ相応に気持ちいいということで、もう頭がぽやぽやなんだけど今、帰るかラゾーナ行くか、車を移動、どの道車を移動させなきゃいけないから、ちょっと考えて出発します。があったりするみたいね。牛丼食べたいな。すごいじゃん。すごいそうじゃない？これは牛丼麦とろ、なんだったか。こちら牛麦とろ丼ということで、美味しそうです。ちゃんとね、麦飯だよ。美味しそう。めっちゃ美味しそう。もんちゃんのもすごいね。なんかネギ塩牛皿みたいなやつ。もんちゃんこれいらないんでしょ。牛皿水濁にしてもらっちゃった。はい、味噌汁。なんかめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。いただきます。いただきます。やっぱこの牛皿ももらう。あ、もちろんもちろん。一緒に食べよう。もんちゃんは唐揚げを追加で頼んだね。いただきます。あ、美味しい。麦飯美味しい。あ、
わ、美味しい。とろろも本格的で、甘い。吉野ってこんなに美味しかったっけ。事件事件。美味しすぎる。男の人が好きな味。もんちゃんはね、ここは男性だからね、うん、やばいな。うん、お腹すいた。うん、うん、肉は熱々で美味しい。美味しいね。うん、吉野こんな美味しかったっけね。うん、吉野のさ、味噌汁が私好きなのよ。うんうんうん、好きやよりも、松屋よりも美味しくない。うんうん、美味しいかも。美味しい。わ、すごい美味しそう。うん、うわ、焼けている。すごい、すごい、すごい、すごい。やばいでしょ、これすごいよね。これすごい。とろろうまこれ。牛カルビも絶対美味しいね、うん、ニンニクじゃなくて。うんうんうん、まあ、吉野家もっと来よう。車止めれる吉野家がさ、うちの近くになくてさ、うん、定食のご飯をあのお借りできるんだよ。え、あ、すいません。はい、ありがとうございます。唐揚げ1個。うん、おいしい。すごい美味しい。でもつぶだ。うん、すごい美味しそう。唐揚げ美味しい。うん、うん、食べてみて、唐揚げも、うん、見てこれ、マッサージ受けて牛丼食べてね。うまい。すごいよね。本当ね。うん、ご飯のおかわりが欲しいんですけど、少なめでお願いしてもいいですか。昨日ダイエットしようかなって思ったね。ご飯が美味しいんだよ、うん、そうだね。足りましたか。まあまあ。うん、麦とろ美味しい。うん、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。足りない分は楽天ポイントで払ったので0円になりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まだお、あった。喫茶の手前あった。スタバー、スタバー弁天ドライブスルーもあります。スタバです。なんかセミすごい、うん、ここね、私たち結構好きなんだよ ね, ね、よく来るんだよね、うん、あれ、なんか駐車サービスやった方がいいのかな。43番、あそこがドライブスルーです、うんうん、昔よく来てたけど、最近来なくなっちゃったね、うん、結構久々、うん、スイカ型のチャーム。チャーム。かわいいね。炙り。すごい、マックみたい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどね、リワードが溜まってたから、うん、あの交換して、うん、700円までのは無料だったの、うん、なので今回贅沢してダークモカチップフラペチーノにミルクをアーモンドミルクに変更、はい、そしてショットを追加、はい、したらお姉さんがチョコチップ無料ですよって言ってくれて、はい、チョコチップ、はい、でホイップも無料ですよってことで、はい、ホイップ、はい、というね、贅沢な。で結局でも700円過ぎちゃって、うん、70円払ったんだけど、うん、うん、ちょっと追加がなくて
てもいいかもしれないんだけど、アーモンドミルクは変更した方がいい、絶対わかる。うん、ちょっと追加したら結構苦い。ソファー席いいね、うん、率直な感想聞かせて。美味しい、いいでしょ。苦味あっていいよ。え、本当、今まで甘すぎたから。そうでしょ、うん、ダークなチョコレートになった。あ、そうなんかカカオが 70% ぐらいになった。あ、そう美味しい。私インターネットで見たのよ、そうした方がいいよって。これいいと思う、ね、すごい大人になった、うん、これ公式のアプリなんだけど、うん、これ今ダークモカチップフラペチーノのページに来て、ここでベンティーに変えて、うん、ミルクをアーモンドミルクね、うん、でカスタマイズがちょっと追加したじゃん、うん、でホイップも、あ、増量がないね。チョコチップもないね。じゃあここはちょっとこのカスタマイズをちょっと追加にしたからね、うんうん、そうするとこの栄養成分情報が出てくる、うん、そこの変わった状態出してくれるのよ。これは579キロカロリー、タンパク質 5.4、 脂質 23.9。 これをじゃあアーモンドミルクにしなかったとするじゃん、うん、変更しない。あ、ちょっと増えた。あ、でもあれ604、ミルクが全然入ってないんだ。20ぐらい、20、あ、20カロリー。そうなんだ。これね、27カロリーか。ホワイトモカとかでやるともう3分の1ぐらいになるのよ。あ、ミルクなんてもともと入ってないんだ。レディース服1100円にもなってました。2日前にねブックオフに来て、うんうん、いろんなもの出して、うん、確か1700円ぐらいになったはずなの、映画行く前、うんうんうん、だからあの時だけで2800円ぐらい、すごい、ね、査定していただいたということで、うん、いいよね。まあ、うん、50円の洋服が19枚っていうね感じで、うんうん、あと150円のもので1100円と、はい、いやバカにできないね。ギーって言っちゃった。ブックオフ行った後ね、お家でゆっくりしてたらね、も、うん、んちゃんがあーって言ってね、うん、あの登戸の狛江の花火大会があるの忘れてたって言ってね、うん、それに気づいたのが花火が上がる1時間前。もうそこからもう 超特急で家を出てね、今土手を走ってるんだけど、今7時28分、はい、あと2分で上がるんだけど、今その付近に今着いて、うん、どの辺か、まあ、登戸の方まで行っちゃうと車出せなくなっちゃったら嫌だから、まあ、うなねっていうね、まあ、9時駅ぐらいのところに、まあ、うまく車を止めて見れたらなと思ってるんだけど、走りながらミドスタイルだ。いいじゃんいいじゃん、すごい、すごい、あーすごい、やった、嬉しい、あ、人いっぱい、すごい、すごくめっちゃ見える、すごい。ねえ、超綺麗。あ、早いよ。あ、早い。
ることはやっぱ楽しいよね。もうそこに尽きない。おーすごい。さか車花火になると思わなかった。弾丸すぎるよ。よく見てた方だよこれ。でもこんな家から1時間ぐらいのとこまで来ちまった。すいません、ありがとう。やばい、見えん。おーおーすごいよ、すごい。あ、すごい、うん、すごい人が。やばい人。すごいね。すごい。すごすぎる。やってる。見せたい。あ、でかいの来る。うわー。なんと斬新な動画なんだ。花火から遠ざかっていく動画。近っ。近っ。終わる終わる詐欺で終わらないんじゃない。終わんない。今のもでもクライマックスにしちゃ弱いな。あ、ほらほらやっぱ来た。すごいすごい。来たね。これだね。うん、最後セブンイレブンに一瞬止めさせてもらったのでカニパンを買いました。お世話になりました。ありがとうございました。カニパン美味しそうでしょ、うん、やっぱ夏といえばカニパンじゃない。そうなの。よくほらプールとか食べてたからさ。海とか海の家とかさ、うん、昔60円だったよねカニパンって。100円だったな。120円か。129円だよ。高いね。高いよ。倍じゃん、うん、でも神奈川ペイ使えたからよしということで。帰ります。帰ります。本当にありがとうございました。雨降ってきたよ。そう。よかったね。持って。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もうもんちゃんの夏休みももう5日が終わってしまいそうで、やだ。もう折り返し地点ということでね。はい。少し寂しい気持ちもありますが、はい、まだまだ楽しんでいきたいと思います。はい。皆様も今日何した？マッサージ受けて、うん、牛丼食べて、うん、コーヒー飲んで、うん、花火を見てカニパンを買ってみてはいかがでしょうか。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。すごいよ雨。突然のスコール。よかったね。これ花火中だったらさ。大変だったよ。大変だよ。びしょびしょだよ。なんかさ、曇りがないんだよね。晴れか雨だった。